コンタクトにつきまして少し飛びかんな、はけめ、こんな柄があるんですけれども、全部ここに輪っかがついてるのご存知ですか？なぜかっていうと、釜炊きするときにこんな風に重ねてそのまんま釜の中で焼くんですよね。だから輪っかが残ります。でもこんな綺麗なのもたまにはあるんですよね。10枚か20枚に1個ぐらい、一番上で焼かれたものです。昔通りに作っている、それが本体焼きのルールなんですよ。